昭和新山国際雪合戦は、毎年2月に、北海道総別町で開催されている雪合戦の国際大会。1989年の開始以降、現在まで31回の大会が開かれている。全国や海外から予選を勝ち抜いたチームが集う、ことから、雪合戦のウィンブルドンとも称される。 もともと総別町の町おこしの一環として1989年に始まった昭和新山国際雪合戦は、毎年全国や海外から多くの人が訪れる日本最大級の雪、合戦大会となっている。1993年には、日本雪合戦連盟、1995年には、フィンランド連盟が設立、以後様々な国で、 雪合戦大会の開催や連盟が発足し、雪合戦の国際化が進んでいった。本大会は1999年には、地域活性化センターが主催する、ふるさとイベント大賞のスポーツ、文化部門の部門賞を受賞。2001年10月22日に発表された第一回選定文で、北海道遺産に指定。2007年にはサントリー地域文化賞を受賞。 2010年には第2回地域スポーツ振興賞最優秀賞を受賞した。国際有機合戦連合では3級から1級まで公認審判員を認定しており、本大会時には1級の審判員認定試験が行われる。東野湖観光地として多くの人々が訪れる東野湖周辺の地域は、当時年間の観光客のうち4月から9月までの夏場が75%、 10月から11月までが25%のほとんどを占めており、冬場は換算としていた。それでも、札幌雪祭りが開催される時期には、小樽や函館などの他の観光地と組み合わせた観光客数は一時的に札幌市内を上回ることがあった。この夏場や雪祭シーズンへの偏りをなくし、通年で安定した観光需要を喚起したいと考えていた。 こうした現状を打破するため、1987年8月に、総別町の若者のグループにより、アイデア検討会が結成され、スキーマラソンや雪像作り、犬ぞり大会といった多くのアイデアが出された。しかし、そのどれもが各地で、すでに開催されており、時期まで集中していたため決定だとはならなかった。雪合戦もアイデアの一つとして出されてはいたが、雪国に住む者にとっては、 ありふれたものであるため特に気に留められていなかった。そんな中、当時増え始めていた東南アジアからの観光客のことが話題になった。新千歳空港で飛行機から降りた後、すぐにバスに乗車し、最初に雪のある場所に立つのがここ壮別町であることが多かった。生まれて初めて見る雪に感動し、夢中で雪を丸めて投げ合う光景を見て、アイデア検討会は、 昔の雪遊びの楽しさを現代に再生しようと、雪合戦をイベント化することを決定した。さらに、イベントとして長く育てていくためにルールを定め競技化することを決めた。1988年4月には、ルール制定委員会を設置し、あらゆるスポーツを参考にルールを組み立てていった。同年6月には、原案ができ、同年12月には、世界初となる。 雪合戦の公式ルールが完成した。その後、現在の昭和新山国際雪合戦実行委員会の前身となる昭和新山国際雪フェスティバル実行委員会が結成され、開催の準備が進められていった。北海道の雪はサラサラで、雪玉が作りにくい。そのため雪玉製造機の開発に乗り出した。製作は、余一町で、 農機具を製作する業者が手掛けた。また、スポーツ店や靴屋が綱引き用のヘルメットをもとにオートバイのシールドを組み合わせた専用のヘルメットを開発した。こうした地元の人たちのボランティア活動が実行委員会を支え、1989年2月25日、第1回昭和新山国際雪合戦大会が開かれた。2日間にわたって開催された。 この大会には70チームの公募に対して150チームの参加申し込みがあり、また来場者も7000人ほど集まり大いに盛り上がりを見せた。ただ、使用されたルールは1セット5分の3セット勝負で、最終的に持ち玉が多いチームが勝利というものだった。ことから、消極的な試合展開になりがちという反省点も残った。このため、その後のルール改正で、選手七人、 監督一人のチーム編成とし、競技時間は3分3セットマッチで、1チームが1セットで90個の雪玉を使い、時間内に雪玉を相手チーム全員に当てた時点、または相手チームのフラッグを抜いた時点で勝利とする現在のルールが確立した。1990年の第2回大会では81チームが参加、1万人の来場者が訪れた。 1991年に開催された第3回大会では、これまでのチームを一般の部とし、新たにレディースの部が設けられた。一般の部には156チーム、レディースの部には15チームが参加し、1万6千人の来場者が訪れた。参加者や来場者は年々増加していき、総別庁の実行委員会のほかに、北海道から九州まで、 国内の20地域に雪合戦の連盟、協会もでき、各地で予選を行うまでになった。2019年の第31回大会には延べ132チーム、2万7000人の来場者が集まるほどの一大イベントとして成長を遂げた。2020年に予定されていた第32回大会は、新型コロナウイルスの影響により中止となった。第1回大会から、 在日外国人や ALT など外国人チームが出場しており、これまでに香港、フィンランド、ノルウェーから単独チームが参加しているほか、カナダ、アメリカ、メキシコ、ブラジル、ニュージーランド、オーストラリアなど50以上の国が参加している。今や雪合戦として世界に広まっている雪合戦だが、こうした国際化はこの大会の当初からの目標であった。 総別庁の民間事業者がサンタ村建設の構想を立て、フィンランドの公認を得るために、サンタクロースフィンランド協会、フィンランド観光局と話し合った際、公認と一緒にフィンランドとの地域間交流について要望を受けたことをきっかけに、同庁はこの提案を検討し、フィンランド政府協力のもとラップランド地方のケミアルビ、市を交流先に選んだ。 1993年、ケミアルビ氏側から代表者が、来町市、同町との友好都市宣言の調印が行われた。友好都市締結後、交流は、それぞれのイベントに相互に参加し、理解を深めることから始まった。サンタ村の構想は2000年に民間事業者が断念したことで完成するには、 至らなかったが、その間の1992年から1999年まで、フィンランド公認のサンタクロースが毎年同庁を訪れるなど、サンタ交流は町民に友好都市関係の礎を築いた。1994年に開催された第6回、昭和新山国際雪合戦には、ケミアルビッシュからも選手が参加。 参加した選手はこれに魅力を感じ、翌年の1995年に同市で日本国外では初となる雪合戦大会を開催した。同庁は雪合戦の普及を目的に実行委員会のスタッフ5名を同市へ派遣し、用具の提供や技術指導を行った。その後、百九十七年にはノルウェー、二千六年にはロシア、二千七年には オーストラリア2008年にはオランダ2009年にはスウェーデン2011年にはカナダとアメリカ2012年にはベルギーで大会が開催された2013年には11カ国で構成された国際雪合戦連合が発足こうして総別町発信の昭和新山国際雪合戦は世界の雪合戦として 国際交流の輪を広げている。国際化の動きについて昭和新山国際行き合戦実行委員会事務局長の三松康氏は以下のように語っている。人間には雪を丸めて投げ合って遊びたいという本能があると思います。だからこそ国境を越えて多くの人たちが楽しめるのだと思います。競技スポーツとしての成熟を目指しながら、 いつか雪合戦を東京オリンピックの競技種目にしたいです。日本雪合戦連盟は雪合戦をもっとたくさんの人に知ってもらいたい。雪合戦の楽しさ、熱気をもっと多くの人と分かち合いたい。雪合戦を通じてたくさんの人たちと交流したいという思いからスポーツ雪合戦の東京オリンピック正式種目採用を目指して活動を行っている。毎年大会期間中には 昭和新山のふもとに特設会場が設けられる。会場作りの際、ほとんど雪が残っていない場合もあり、その際には地元の建設会社によって雪が運び込まれる。試合会場の他にも観客向けのアミューズメントコーナーとしてスノーパークが設けられ、多数のブースが並ぶ。飲食ブースではご当地グルメや名物となっているオリジナルグルメ、 雪合戦鍋などが振る舞われる。また、抽選会やクイズなどのステージイベントや、スライディングシュートといったアウトドア体験コーナーも人気を集める。1日目の予選大会が終わると行われる歓迎レセプションは他チームとの交流の場となっており、ビールでの乾杯や、大勢でジンギスカンを大きな鉄板で焼いて食べるのが恒例となっている。競技は一般の部。 レディースの部、ジュニア交流戦、レジェンドの部の4つの部門に分かれて行われる。2019年の第31回大会をもとに特に変更がない場合の日程を以下に記述する。1日目2日目1988年にルール制定委員会によって考案された公式ルールはその後何度か改良、修正が加えられ現在のルールに至る。以下では 昭和新山国際行き合戦で使用されている国際行き合戦連盟が定める公式ルール及び国際ルール並びにそれに準じた競技ルールについて記載する各チーム出場選手7名監督1名補欠選手2名で構成される競技者はゼッケンの1から4番をつけたフォワード4名と5から7番をつけたバックス3名で構成されるまた 監督は競技者と兼ねることが可能。雪合戦コートサイドライン36メートル、エンドライン10メートルのコートを使用する。コート上には5つのシェルターと2つのシャトーが配置され、それぞれの陣地にチームフラッグが立てられる。フラッグの後方にはバックラインが引かれ、フォワードは自陣のバックラインにより後ろに下がることはできない。また、センターラインを越えて敵陣に入れるのは三名までと、 なっており、反した場合は、セット負けとなる。直径6.5から7センチメートルの大きさの、雪玉を1セット90個用いる。アウトとなった競技者が持っている雪玉やコート外の、雪玉、コート外から入ってきた雪玉は、向こう雪玉となり、使用した場合は、アウトとなる。競技中に壊れた雪玉を作り直す行為や、新たに作った雪玉は、不正雪玉で、アウトとなる。 雪玉はバックラインにより後ろに置かれ、フォワードへの受け渡しはバックスが直接手渡ししたり、コート上を転がしたりして行われる。競技者一人を1ポイントとして計算する。雪玉が当たった競技者はアウトとなり、コートから退場となる。相手チームの競技者を全員アウトにするか、相手チームのフラッグをダッシュすると勝利となり、10ポイントを獲得できる。 3分が経過した時点で試合が続行している場合は、コート内に残っている競技者の人数が多かった方が勝者となる。それでも決着しない場合は引き分けとなる。これを3セットを行い、先に2セットを取ったチームが勝利。取ったセットが同じ場合は、ポイントの合計で勝敗を決める。それでも決着しない場合、雪玉を交互に投げ、 落とした標的の数を競うビクトリースローにより、勝敗を決する。室内で行う場合は、コートは24メートル9メートル、チーム構成は、監督1名、フォワード3名、バックス2名、補欠4名、敵陣に入れる人数は2人となる。ありがとうございます。